ボーティガント・ローイーナは、イギリスの儀曲。1796年に現れた時は、新たに発見されたウィリアム・シェイクスピアの劇と、宣伝された。シェイクスピア外展に含まれるが、ウィリアム・ヘンリー・アイアランド作の儀作である。1796年4月2日の初演は、回、霧で、観客たちの失笑を買った。題名となった、主人公ボーティガント・ローイーナは、 ブルターニュものに登場する人物である。アイアランド万作事件も参照。ウィリアム・ヘンリー、アイアランド。本作執筆時は18歳だったアイアランドは、それまでにもシェイクスピアが書いたとする偽作をいくつも発表していたが、ボーティガントロー・ロイーナは最初にして唯一の偽曲である。失われたシェイクスピアの偽曲が新たに発見されたと聞いて、アイルランドの劇作家。 リチャード・ブリンズリー・シェリダンは、ロンドン、ドルリー・レーン劇場での初演の権利を300ポンドで買い、収益の半分をアイアランド家に約束した。しかし劇を読んだ後、シェリダンは、シェイクスピアの他の作品に比べて、内容があまりに単純なことに気がついた。ドルリー・レーン劇場の支配人で、ボーティガン役を演じることに決まっていた俳優、ジョン・フィリップ・ケンブルーも、 その信憑性に疑いを持った。さらに上演前の3月21日には、アイルランドのシェイクスピア研究家、エドモンド・マローンが、ボーティガント・ローイーナの信憑性とアイアランドが発見したという他の文献に関する本、アンインクワイアリー・イントゥー・ザ・オーセンティシティ・オブ・サーテン、ミスレイニアス・ペーパーズ・アンドリー・アル・インストルメンツを出版した。そして迎えた4月2日の上演で、ケンブルは、 自分の疑惑を示すため、ボーティガンのセリフ、そして、この厳粛なる、あざけりが終わりし時を繰り返した時、観客たちも、劇をあざけ笑い、以後二度と上演されなかった。評論家たちは、ウィリアム・ヘンリー・アイアランドでなく父親のサミュエルを、偽作の罪で非難した。ウィリアムは二つの実教書で責任を取った。不死の評判は回復することなく、ウィリアムはフランスに逃げ出した。 1832年にイングランドに戻ってきて、自分の作品として、ボーティガント、ローイーナを出版したが、成功には至らなかった。やはり、シェイクスピア外展に含まれる、マーリンの誕生、ロークラインの悲劇同様、ボーティガント・ローイーナは、ブルターニュもの、特に、ジェフリー・オブ・モンマスの、ブリタニア列王氏を財源としている。シェイクスピア聖典では、リアウォー。 シンベリンがそうである。ボーティガンとローイーナは、コンスタンティアスから王位を散脱した伝説のブリタニア王ボーティガンの話である。ボーティガンは、サクソンをヘンゲストの娘、ローイーナに恋するが、結局は、コンスタンスの兄弟である、オーレギアスと、ウーゼルの復讐を受ける。ありがとうございます。